今回の福井散策は、昨年有料道路から一般県道になった三方五湖レインボーライン線の山頂公園に向かいました。ここからの眺めは最高。三方五湖や日本海を一望することができます。さて、山頂公園では10月20日からローズフェアが開催されています。こちらたくさんのバラ咲いてますけれども、はい、何種類何株ぐらいあるんでしょうか？110種600株あります。秋はちょっと温度によって、その温度が低くなるのでまばらに咲くんですよ。で、春と比べると寂しいなっていう咲き方なんですけども、それが秋の咲き方の特徴なんです。で、一つの花に対して1週間ぐらい、1日に長く見るっていうことができるのが秋の特徴です。バラのお手入れっていうとどういったことをされてるんでしょう？そうですね、まずは消毒を10日に1回、はい、秋のバラに向けては一応8月の終わりぐらいから9月の10日までには一応剪定を終わらせてます。バラは結構お手入れ大変ですね。そうですね、やっぱりでも剪定とか消毒とかやっぱり管理をしてれば期待に応えてくれるというか、はい、咲いてくれるのは嬉しいですけど、来た人に喜んでもらえるのもいいですよね。そうですね、やっぱりお客様の笑顔を見るのが一番僕らとしてはやっぱりやりがいを感じてますし、やっぱり嬉しいですね。今日来て驚いたんですが、はい、平日でもかなりお客様がいらっしゃる、ね、そうですね、おかげさまで結構秋の行楽シーズンとバラが一緒になったりして結構お客さんおかげさまで増えてますね。ここで人気のバラをいくつかご紹介いただきました。こちら熱情ですね。これも一本咲きですけど結構長持ちする赤いバラですね。はい、この花で何日ぐらいでこのぐらいの開き方に？だいたい5日ぐらいですかね、はい、本当にゆっくり咲いてくるんですね。そうです、ゆっくりゆっくり咲きます。でまた隣にもつぼみがあるんで、またゆっくりまた温度が上がってくると少しずつ、はい、この花山吹は最初、ここの看板にも書いてありますけど、咲き始めは淡い黄色地に、で最後終わりはピンク色、濃いピンク色で終わるんですよ、はい、変わってくんですね。そうです、色がずっと順番にこう変わってきます。後ろにやっぱり海があるのも、ね、そうです、うちやっぱレインボーラインは湖とあと日本海ですね、志望できてそのバラとコラボっていうのが一応楽しんでいただけるスポットになってます。こちらは変わった色合いですね。そうですね、マーブル系になりますね。黄色とピンクが混ざったやつですね。これも結構珍しいっていう品種で、はいはい、人気が春もと秋と人気があります。バラ結構皆さん色とか形とか好む方いらっしゃるんですけど、あと香りを楽しむお客様は結構いらっしゃいまして、このブルームーンなんかは結構香りが強い品種の一つですね。ローズフェアは11月20日まで。山頂公園のカフェでは期間中ローズティーやローズサイダーが期間限定販売されています。口いっぱいに広がるバラの香りをぜひ楽しんでみてください。訪ねたのは10月23日、バラは三分咲きといったところでした。今後次々に花が開き、見ごろは10月末から11月上旬になるのではないかとのことです。また例年ローズフェア終盤頃から紅葉も楽しめるそうですよ。